なんか
ぽかぽかこう気持ちいいから、いい感じになるんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょう。そういう時ちょっと怖いですよね。陸に男性いるんじゃないかなと思ったりとか。今たまたま一人そう、たまたま一人で行くっ女ていうだだけけだけで、ど、男と来てるんじゃないかなと。そういう方は言うんじゃないですか。あ、もう来てるみあれ彼氏だからって。それ言ってくれる子ならいいですけど。私悪い。すぐそこにいるのに言おうそうかいうどうかなの思って。言わんで、その男が来るのを待ってる。いいですね、そういうね、いたずらとかもね。いや、タッチ悪いな。ありツイキャスありがとうございます。がとうございます。この番組、ラジオ以外にもね、ツイキャス、ユーストリームでも放送しております。はい。そう、私ども落ち着かない、体が。いいもん、いろんな、わた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 。最初は誰かな？坂の。最初は、宮城さんかな？で、で、ありがとうございます。で、一文字でした。宮ちゃん、オンザビーチさん、こんにちは、こんにちは。ストリームさん、こんにちは。シャオカさん、こんにちは。宮ちゃんも真似してて、これ漢字の出ですからね。で、出るっていう。何が出たんでしょうか。グゾロさん、はい、はい、こんにちは。完全武装のゆくさん、名前が覚えられないですよ。ごめんです。今日も楽しく、あずまさんの僕こですとじゃか、ないです僕ですか。か。あ、そうだ、名乗りましょうね、そうまですずね。よ、はい、覚えてないです今ね。日の放送、火曜日担当はのい。FM 技の渡辺ゆきはい、と、東克明です。よろしくお願いお願いししまます。す。北岡さんは？名古屋はただいま、土土砂砂降降りり。です。もう、そっか、梅雨ですもんね。そう。あ、台風か。台風。なんか九州で、でも名古屋まで来てるんですかね。出るかもしれないですね。真横に今進んでますよね。そうか、真横で東にね。今日は大変。ルドルフさん、関西は雨でムシムシですよ。沖縄取れましたけどね。今ちょっと本島が大変ですね。気をつけてください。今日はね、もうすぐ7月5日だから、7月7日、七夕が来るじゃないですか。それにちなみまして、願い事のテーマでいきたいと思います。短冊に書くじゃないですか。飾り付けしたり、短冊書いたりするじゃないですか。私は飾り付け大好きなんですけど、綺麗だなと思って。広角も好きだけど、でね、ちょっと短冊にフォーカスしてみようかなと。願い事書きますか、皆さん。どうでしょうか。子供の頃はね、書いてましたけどね。でも子供の頃もね、子供らしくない願い事を書いてたんですよ、僕。現実的だ現から。実的というか、なんか幼稚園ですよ。幼稚園の時に僕書いてたのは、一軒家が欲しいって書いてたらしいです。多分マンション暮らしだったんでしょうね。で、多分なんか、一軒家に憧れてたんでしょうね。3、4歳で。それで、そこで書いてて。これを見た親はどう思ったんですそうですよね。か。普通だとみんなこう野球選手になりたいとかいろいろあるじゃないですか。親はも親は、あ、そうなのか。ああって言いな頑張らんとなみたいな思ったんでしょうかそうでね。しょうかね。確かに、子供の願い事を見て親が焦るってあるんでしょうね。ね。そんなん書いてる。願い事多いなっていう人が多分いますよね、そういう人。いっぱい。いっぱい、1個を探索にいっぱい書いてる。欲張りですけどね。でも、貪欲でいいなと思います。とりあえずいっぱい書いてみたら。自分の何々っていうよりも、世界平和とか、ああいう感じが一番多いですよね、でもね。確かにね、いらっしゃいますね。いいと思いますけどね。で、今日はぜひ皆さんの願い事、そういうね、家族が幸せになりますように、健康とか、あると思まあうんもですちろんけもど、ちろん。でももっと具体的なやつを今日はね、送ってもらいたいなと。そしたら、もう私たちが応援しますから。なるほど。叶えることはできないまでも応援はすると。応援します。応援をすると。手助叶うようにけにしま願すよ。いますから。ぜひ送ってください。メールアドレスは797@fmgino1.com、 数字の797@fmgino1.com です。ぜひお待ちしておお願いりしまます。では、本日に参りましょう。では、1曲目、海その愛、フィーチャリング、水曜日のカンパネラ。
でもドラえもんが行って、あの何でもかんですけど、ドラえもん、特になんでドラえもんがちょっといかがするかですね。ドラえもんいたらじゃあ何したいのか。あ、はいはいはい、理由とか。なかなか難しい。ああ、この音。眩しくても。でもよく街とかお店とかにもなんか、はい、どうぞ書いてくださいみたいな感じで置いてあるんですよ。確かに。最後の嬉しがってたみたいですね。まあなんかそういうのみんな
友達とかもいたんで、さすがに一人では見たくない。サザンブリーズをお送りしています。まぶしい。いやすごいわ。もう私には何も見えない。今だってもうツイキャス反射しますね。多分ツイキャスの映像も配信してるんですけど、もう白くハレーション起こしてるだけの、もう誰かもわからないと思います。田辺由紀と東です。お送りしております。よろしくお願いします。今日はね、テーマは七夕が近いので願い事、ぜひ願い事を送ってください。お願いします。短冊皆さん書きますか？どうですかね。書いていいんだから乗りましょうよ。まあね、なんか叶うかもしれないじゃないですか。確かにね、この書くことによって、あ、自分何が願い事かなっていうのもね、整理されるじゃないですか。一応書こうと思ったらね。そうですね、ちょっと一緒に考えるじゃないですか。そうです、やっぱ書くことによったら ね、それによって叶い方がまた違いますからね。それで今日はそのね、どうやったら願いが叶うかっていうのをちょっと紹介しようかなと思うんですけどね。これはまず1段階目に書くっていうことで、ちょっと近づいていると。そうですね。自分の中で明確にしてるじゃないですか。そうですね。文字にしてちゃんと具現化して、はいはい。それも一つちょっと近づいてると。なるほど。願い事が叶うので。はい。で、どんな書き方がいいかっていうのがありますね。書き方？こう漠然と、例えば早く彼氏ができますようにとか、はいはいはい、ダイエットが成功しますようにとか書くじゃないですか。それはそう書くんじゃないですか。違うんですか。でもそれよりも、うん、言い切る、であとこのいつかできますようにとかじゃなくて、うん、早くとか、はいはいはい、もう7月にとか具体的に彼氏ができましたと。できましたできますようにじゃなくて、できました言い切る。言い切るっていうか、もう過去形。過去形なんですか。その方がいいらしい。過去形ってことは、できましたっていうか、できたいなぁなんだけど、うん、もう。なるほど、その方が力が強くなるんだ。そう。ああ、なるほど、なるほど。お願いパワーが。私はもうすでに、そうなんだよね。ボードとしろとそれぐらい。そう。あ、なるほどね。これでもちょっと見られたら恥ずかしいです。そう。こいつ何言ってるの。横に彼氏いるねんって。いないくせに。7月に彼氏できた。できた？だからって言うんですけど、でもそれは、まあ、人に見せるもんじゃないから。じゃないか。そう。いや、自分自身に問いかけるわけですからね。そう。それがいいみたいですよ。あ、なるほど。皆さんどうやって書きますかね。はい。ではお待ちしています。メールアドレスは797@fmgiwan.com です。ではここでお天気と道路交通情報です。はい、今日4日は晴れ、南の風晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨、波は2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は 20%、 夜は 10% の予想です。日中の最高気温は32度。なんかもっと暑い気がしますね。こんなもんか。もう晴れマークですね。ずっと晴れですね。はい、素晴らしい。太平洋高気圧に覆われておおむね晴れています、うん、明日にかけて沖縄地方は、明日も晴れの予想です。はい、高温が
が、ね、予想されているので熱中症など健康管理に注意してください。水分を こまめに補給するなど、あとは暑さを避けるなど十分な対策をとってください。はい、おゆきさんは暑さ対策されてるの番組さんってまだフル装備でっていうより日焼け、日焼けか、日焼けか、大変な場所にいますからね。はい、では続いて道路交通情報です。はい、まずは沖縄自動車道です。この時間は石川インターチェンジ付近下り車線、故障車が止まっています。石川インターの近く下り車線に故障車が止まっています。前方に注意して走行してください。そして金インターチェンジの下り車線も故障車です。で、金インターチェンジ付近上り車線にも故障車です。上り下りともにですね、はい、石川と金インターチェンジ付近乗りの方はお気をつけください。渋滞しているところは見られません。はい、続いて一般、あ、まだあります。あ、那覇インターチェンジ付近の下り車線にも故障車です、はい、なんでしょう、これ暑さのせいですかね。そうです、多いですね、はい、ちょっと事故が、はい、では一般道です。猪苗市大棚交差点と前原交差点の間、両方向で渋滞しています。そして、倉敷市公営交差点付近渋滞しています。あとは、もっとスムーズに行われています。はい。わかりました。大丈夫ですか？大丈夫ですか？以上、道路交通情報をお伝えしました。はい、ドラえもんが手に入ったら何がしたいですかね。そうですね、多分そこまで具体的じゃないと手に入らないんじゃない、先の法則によると。僕らのね、今の考えの、もしかしたらドラえもんいたら何でも叶うとかっていうことじゃなくて、はいはい、ドラえもん的な、要は友達が欲しいとかね、あ、そういうこと、いう気持ちがある、そうかもしれない、そういう純なね、気持ちかもしれない。いやいや、僕らがちょっとなんか浅ましい考えをそうだけかもしれない、まあ、そうだったらね、うん、それも丸くてね、猫で可愛いですね。声も可愛いですよ。いや違うよきっと。違うかスペリムさんどうなんですかね。だからドラえもんがいたら何してるか、うん、を教えてほしいなと思います。具体的にしていきましょう。ルドルフさんは七夕、カジマヤを言い回してほしいですよ。ルドルフさん、カジマヤって意味分かってますかね。ルドルフさん、88歳ってことですか。だから、そのカジマヤの時に言ってほしいの。何年先、いや、分かんないです。何歳かの方か分からないですけど、うんうんうん、なかなかツイキャスに書き込みっていう88歳ってすごいなと思って最先端な感じがしますよ。どうなんですかね。モーミーさん来てます。雪姫フル装備やった。フル装備ってかカーファーズしてるだけですよ。本当に何も前見えないです。もう本当に今ちょっと落ち着いてる。はい。マッチョキを生メールじゃあちょっと、はい、お願いします。シアン岡さん、今日のサザンブリーズの放送ではドラえもんがいたら日傘をお願いするんだね。でっかい日傘が欲しいです。もうなんかあの白と青のパラソ ル、ね、あれちょっと3個ぐらい持ってきたら本当ですよね。パラソルをやったらちょっともうでもね、
今あのビーチにさっきちょっと行ったら、うん、パラソルもいっぱい立て、うん、その陰で休んでる人もいっぱいいたけど、はい、そんなのやらずにもうむしろ焼いてる人が多かった。ああなるほど、この天気を機に、はい、もうこんなの焼いた方がいいですね。確かにね、焼きに来てる。ただもちょっと日に当たりすぎて熱中症だけはならないように。そうですね、今日は気をつけて、それは本当にね、気をつけていただきたい。そういうこともね、寝そべってましたよ、羨ましてなと思いながら、ね、いいな、いいな、よく踊りすぎてきましたじゃあ、一曲をお届けしましょう。カナダトムでロマンス。頻繁に見てたからでしょうね。あそういうイメージが、イメージがあるんですよ。それなければそんな願望。いや、それも、だからいやそういう、なんですか、自分たちが立ち入れないところをちょっと覗きたいということはあるんじゃないですか。そこまででも男子風呂行きたいとか覗きたいと思わない。いや、そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。何ですかね、こっちが。だって立ち入れないところ。ラズさん、ちょっとありがとうございます。あの、まあ、トロピカルビーチから放送してるんですけど、綺麗な海の前に、ね、海眺めながらの、ウクラのものを倒す。どん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 、どんどん日が上がってきた。もう何にも見えない。すごい見えない。今日は願い事聞いてるんですよ。七夕近いんで、短冊を見ときますか。
寝言だったと、その短冊のね、写真を送っていただいてるんですけども、はい、短冊の名前が、あと名前と願い事が、はいはい、バドミントンの大会で2位を取りたいです。2位を取りたい。はい、ちゃんおかさんも、なぜゆえに2位なのかわからない。1位より2位になりたいんですね。本当だ。1位より2位がいいんですか、ね、2位になりたい。これなんか気使ってるんですかね。これなんかあの人に1位になってもらって自分は2位でみたいな。なるほど。あ、そういうことがあるかもしれない。先輩よりちょっと出し抜いてはいけないみたいな。なるほど。何ですかね。普通はね1位。いやでもとりあえず2位になりたら、なれたらいいと。その流れで。あ、そっかそっか。あまり良くなってもそうちょっと控えめに言ってるんですよ。だって2位になってるってことはすでに決勝には残ってるってことです、はいはいはい、まずそこでまず願いはこれでもどんなこの文字からして小学生ぐらいですか。6年って書いてある6年あかわいい6年生ああちょっとねどういうわけで、あ、じゃあ先輩とかそんな気使ってたかじゃないですね。リアルに2位を目指せる。ああ2位の短冊の願い事ではおかしい。いや神様にはね2位になるまで叶えてもらうと、で1位を取るのは自分の力で取るってことですよ。お、あ、もう神にも頼まない。神様にっていう短冊に短冊に願い事してるわけでしょ。それは神様に願い事叶えてくださいと、うん、でも願い事叶えてもらうのはとりあえず2位まででいいと。1位は自分の力で取るって。それにどの買い物もなく、なるほどと考えてみました。いろんな読み方がありますね。はい、でも自分の子供だったら、うん、あとなんで1位って書きさって言うと思います。まあ、普通はね。普通は確かにそうです、ね、面白いですね。はい、多分面白い子ですね。面白い。ありがとうございます。はい。続いて、はい、はい、さい、ゆきひめ、あじゅうまさん、もみやゆりさん、はい、今短冊に書くとしたら、ワンの頭、どこからおでこか生え際か、はっきりさせてほしいと。測量したいけど、測量させたらお金もかかるし、測量する機械も頭に乗せられないさ。その変なハゲた人は意味不明なこと言ってるってケースに続けられるはず。あじまさんどう思われますそしてまず、そしてまた写真も送っていただいてあー確かに分からない。どこが高いですかでも近寄ったらこれ写真では分からないですけど、はい、近寄ったら分かるんですか。あ、だから要はそのなんかてん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 毛穴というかそこがそうなのかな。そこら辺かなってかよく見たら分かるけど、どうなんでしょう。なんかずぶん失礼も。しかもしかも測量って本格的ですね。さあどうですか。どう思われますか。気になる人からしたら、うん、気になるんでしょやっぱり。まあ、いやあのいやここなんですよって。あ、なるほどね。ここまではおでこですか。気になる、まあ、そうか気になるんですね。あ、そうか。それ多分どっちの方がいいんですかね。今後本人的には、うん、要するにおでこが広いですこれはっていう方がいいのか、いやここはもうすでに頭です。普通ぐらいがいいんじゃないですか。普通ぐらいがいいんですか。おでこが広いのかどうなのか。あのじゃあ分かった。じゃあ一回マジックで線引いてみて、この自分が一番かっこいいところあるじゃないですか。ラインがね。そうそう、ここちょうどいいと。そこちょっと線引いたらいいんだ。なるほど。でもそういうところはほぼでも自己申告のみたいなもんですからね。そうそうそう、別に言ったら。言ったもん勝ちですよ。そうそうそう。言ったら願い叶えますよ。そうなんです。ここだと。そう言ったら。願い叶えますか、はい、思っていただければ。だからもう自分ではっきりさせたらいい。そうですよね。自分の自分ここだとありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと願いを叶えます。あら、今配信されてますかね。こっちです。あの今日はね、願い事をテーマにしております。ダクさん、保険、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ドラえもんがいたら静香ちゃんのお風呂を濁
動機放題というゲスな大人です。そっちでしたね。はい、このセクタちゃんのお風呂を覗き放題、そんなに女風呂を覗くのええもんですか？覗いていいならいやいや、あ、怖い怖い怖い、ちょっと犯罪集がそんなにいいもんかなと思いました、いや、そらやっぱりどうしてもね、みんな行けないってなるみたいな、あれし、やっぱりね、それこそドラえもんのね、そういう静かちゃんとかやつとか、なんかよく漫画とかドラマとかのそういうの覗いてみるみたいなシーンあるじゃないですか、はいはい、まあ、そういうのちょっと憧れますよね、そういう男どもの行動に。わからないですね。でもダメだって言われて、じゃあ男風呂を覗きたいかとか、全然、まあ、そこまで覗きたいと思わないです。まあ、それはね。まあ、それはね、まだまだちょっと違いますよね、それは男性としてとか、ね。違うんですかね。いや、怖い怖い。ダメですよ、覗いたら。ダメだね。だってドラえもんがいても別に覗き放題ってことないでしょ。違うんですよ。あ、だからどこでもドアで開けてすぐ閉めて逃げるっていう。いや、それじゃ割れるから、なんか透明になって、透明なる、スモールライトとか、スモール、ちっちゃくなってバレない、スモールライト、そうだろうね、そんなに見たいですかね。まあね、今は分からないでもないですよね。でも、覗かれたことあるんですけど、慌てて窓を閉めたんですけど、めっちゃ怖かったです。やめてください。ね、しません。こんだけ僕ら言ってるのは妄想の話。あくまでも妄想の話。そうですよね。はい、言ってるだけですよね。実行しないと、ね。しません、しません、そんな。マスターさん、そういったその調子悪いですか？お？ですかね、どうでしょう。そっちではちょっと問題なさそうなんですけど。あれ？そうですかね。あ、もう少し願い事で今日は、ね、メッセージをお待ちしてます。はい、願い事はまず短冊に書いてくださいね。書きますと、具体的に書いてください。具体的、はい、なんとかすると、例えばダイエットだったら、1月に5キロ落ちまして、水着をきれいに着ることができました。できました、結果報告みたいな。できますようにじゃないですか。そうですね、もうすでに願望ではないと言い切る、保険する、そのぐらい具体的に、しかもうできた体で書いてください。なるほど。あ、音声、聞こえないんだ。ツイキャスの音声はちょっとおかしいみたいで、リスンラジオもよかったら聞いてみてください。はい、リスンラジオというね、アプリがありまして、これで全くラジオと同じ放送が聞けますので、願い事を思いついた人はぜひ送ってください。私たち全力で応援します。はい、お願いします。それではまた一曲お届けします。青木花伝さんでサマータイム。あ、前にかけたかな。なんか、ね、いっぱい開くとあんまり良くなるので、そうですよ。
ブリーズをお送りしております。綺麗です。ねえ、今日も一段とキラキラしてます ね。この時間もうね、人を泳ぎして、うん、まあちょっとアイスでも食べて帰ろうかなみたいな方とかね。美味しそうだった。ソフトクリーム冷たそうだったね。ペロペロしながら歩いてる方が、ね、目の前を通っていかれたのでね。ここの、 あの売店の中から今放送してるんですけど、はい、売店ではね、美味しいアイスも売ってますから、ね、ぜひ買いに来てくださいよ。お願いします。全然とこもね、うん、ありますからね。はい、今日はあのサナブリーズ願い事、はい、七夕の短冊に何書きますかっていうテーマなんですけどね。何か聞いてましたかね。あの、はい、願い事ね、さっきのダイエット具体的にもう5キロ痩せましたとかね、うん、書いたらいいですよって、うん、あとね、あのリラックスする、無駄事をね、ずっと思い続けてるとね、なんかこの、いろいろ無駄に叶わなかったらどうしようとか、無駄な考えも出てくるんですよ。確かに。ねえねえ。確かに。思い詰めると。わかるわかる。私もね、ダイエットしたことあるんですけど、うん、まだ最近ちょっと短くなってきたから、ちょっとやばいんですけど、あの、今より10キロぐらい太ってた時にね、もう、食べるの止まらなくて、うん、太ってたんですよ。どうしたらいいのか、まあ、今日もあんなに食べ過ぎたとか、いつも悶々としてたんですよ。でも、もういい、もういい、もうやんないと思って諦めたら痩せた。え、逆に。だから、なんか考えすぎるとダメみたいな。ああ、なるほど。だリラックスがいいのかなと。ああ、難しい。難しい、それは難しい。それは難しいな、願いを叶えるために逆にリラックスか。そう。だから、はっきりと具体的にお願い書いた後は、リラックスしてます。叶うのを待つだけ、もう叶うことを信じてね、できたらね、いいんですけど、いけますか。どうですかね。あの、マスクさんが来てますね。こんなバタサキドリ、願い事か、はい、そんなの。7月7日は人権擁護委員の提唱を受けに行ってきます。もう何するんですかね、人権擁護委員。わからないけど、行ってきてそうです。頑張ってください、人権を守るためにですね。で、眩しそうって聞きますね。眩しいです。はい、きり眩しい。今年は書くんですか。書きます、書きます、毎年書いてます。毎年、はい、七夕飾り好きなんですけど、なんかああいうひらひらしたのが、はいはい、いろんな色のひらひらしたのが大好きで、見てうっとりします。で、何を書くんですか。あ、それはまだ考えてない。考えてない。あ、それまだ考えてないけど、そう、でもこういうね、準備をしていると具体的に書かないとなと。じゃあ叶うようにね、いろいろしっかり下準備をしてるんですよ、はい。7月9日、はい、日曜日ですね、7月9日晴れてほしいっていうのを願い事ですけど、おー、そう、何かあるんですか。そうなんですよ、ちょっと僕はあのイベントに行くというか参加するのがあって、はいはい、野外イベントなんですけど、ね、はいはい、それはやっぱ晴れの雨じゃなくて、曇りもなくちょっと晴れた9日って日曜日ですか。日曜日です。おー、どっかで泣き人情席あるんですよ、はい、泣き人形席ですね。何か、僕ね、ももクロが好きなんです、はい、ももクロ の、はい、あの紫さんの高木玲美っていう子がいるんです、はい、この子はね、ソロイベントをするんです。全然わかんないですけど。アイドルですよね。そうです、そうです、泣き人形席で、ほうほうほう、夜に、はい、今めっちゃ力入ってますね。そうですよ。好きなんですね。好きなんですよ。やるんですよ、 夜に月を見る会みたいな。ももクロって何人グループですか。5人です。あ、でもソロって珍しい。いや、結構ソロでいろいろイベントやったりなんかしてて、たまとさんゲームじゃん。あ、楽しみなんですね。そうそう、はいはい、そうなんですよ。それはやってみて、しかもそれがね、泣き人形席でやるんですけど、はい、あの
定員が、はい、300人なんですよ、はいはい、チケットの大争奪戦があって、あ、300じゃ足りないとか、全然足りない。そうなんですよ。すごいんですね、これね、はい、足りなくて、はい、なったんですけど、取れたんです、見事ゲットしまして、なかなか沖縄県内の人は取りにくいんじゃないかと。泣き人観光協会ですね、これ、はい、あの主催でやるやつ、はいはい、だからちょっといろいろとツアー組んでやったりとかっていうのが仕組みでやってるんですよ、はい、観光誘致のために、はい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 、だからなかなか沖縄県内の人が来ないんじゃないかなとかいう中で、まさかを公表して、だからもう地元、そうですね、10分15分ぐらいで行けるんですよ、近いんですよ、はい、だからもうどうにか、これ雨だったらあれ中止とかです、いやあまりにもあれだったらね、中止なんで、やっぱり野外なんて本当に何もないところでやるんだね、テントとか、へやるので、ぜひぜひ晴れていい月を見たいなと。マスオさん、僕はありがとう。モノクロデスさんがね、アイドルの色分けの対応にあるんですよ。そうですね。色分け？色分け。忘れられる。いや、だから担当のカラーなんです。ごめんなさい、ついていけなくて、そんなには知らないですか。いや、なんかラジオ番組は聞いています。この色、黒がデートですみたいな。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、いえいえ、ラジオは知ってるけど。あの、実物はもう見たことない。うん、ちょっとね、ちょね、素敵だからロケーション、ね、晴れたらいいですね。なんでそれが晴れたらいいですよね。じゃあ晴れます、もう晴れますよ、晴れます、7月9日は晴れる、晴れる、晴れる、僕がこれ願い事ですね。はい、ました。ではここで FM 日の丸より血液、ほう、血液従事血液センターよりお知らせです。明日7月5日木曜日は献血バス宜野湾市役所にお伺いします。朝9時半から11時45分と1時から5時の間に宜野湾市役所にお邪魔します。献血のご協力よろしくお願いします。里中城村には9時から、沖縄電力労働組合吉野浦火力分会に9時から11時半里中城村ハードライフ病院に1時半から5時にお伺いします。献血のご協力よろしくお願いします。はい、では1曲お届けしましょう。パンク、虫の女、トカズ。時間がノーノーノーフが、あ、これいつ俺だね、これなんかやりにくいですね、これもさっきの消しちゃったから、何が見たかった、多分なんかメールを、あー、これどうしたらいいの、クラス、メール紹介しましょう、時間まで、はい、お願いします。先ほどもいただいたちゃんおかさんから、はい、願い事、こんな短冊もありました、はいはい、スタップ細胞がありますように、かわいい、かわいい、こんなかわいい字で、しかもスタップ、ですか、スタップってカタカナですからね、ありますように、ありますように、はい、優しいな、ありますですね。そしてじゃなくて、はい、あら、また、もう一丁、はい、ちゃんたくさんから、おじいちゃんがカエルになりますように。いいの、いいの、おじいちゃんカエルなんでいいの、いいの、カエルが好きなのかな、子供って自由。はい、はい、ではマスオさんからです、はい、こんにちは、はい、マスオだよ、今の二人の願い事、冷たいものが食べたい。お近くのリスナーさん二人が差し入れ希望してますよ。ですよ、もう願い事ね、働かずにいかにお金持ちになれるかっていうのをずっと考えてる、宝くじとか混ぜたいな、ではでは時間まで楽しんでということでございます。ああ、ぜひもうちょい
ね、お金欲しいなとは何がしたいかとかもね。ああ、いいですね。はい、じゃあ皆さんもぜひ願い事考えて短冊に書いてみてください、はい、皆さんの願い事が叶いますように。いや、叶うようにじゃないですか、叶います、叶います、必ず叶いますから、はい、はい、よかったらこの後もね、教えてください。お願いします。一人私がお祈りしますはい、それでは火曜日担当は FM キノアゆきと、はい、あずまでした。サザンブリーズこの辺で失礼します。この後も FM キノアお楽しみください。お願いします。さよなら。さよなら。今度流します。よかったです、そんな反応して聞かれてくれてはい ありがとうございます。